ポスト梅野坂本の最有力候補だ阪神が10月24日に行われるドラフト会議で社会人ナンバーワン保守との呼び声が高い石井、石井、雄太保守24イコール日本生命イコールを上位指名候補にリストアップしていることが24日分かった強肩強打の高評価で岩佐京輝投手25とは幼なじみだ 近日中に開催予定のスカウト会議で人選作業を本格化させるポスト梅野坂本を見極めたドラフト会議をちょうど1ヶ月後に控えて阪神が打てる捕手と評価がうなぎ登りの日本生命石井を上位候補としてリストアップしていることが判明した編成担当は間違いなく今年の社会人ナンバーワン捕手大学時代から肩は一級品だったが 日本生命に入って打撃も格段によくなり、プロの投手にも対応できるレベルになっている、即戦力になれると明かした。近代高専、三重、名張市、から近代工学部、広島、東広島市、に進み、1年春からレギュラーで広島六大学リーグ戦に出場、3年秋には最優秀選手に選ばれた、4年時はプロ入りを志願したが指名されず、悔し涙を流した。 卒業後の作春、日本生命に入社、元阪神の福留光介特別コーチらによる指導で、課題の打撃力向上に取り組んだ、同年11月の社会人日本選手権では2回戦の東京ガス戦で本塁打を放ってプロの評価は急上昇。今年7月7日の阪神2軍との練習試合、鳴尾浜では阪神を含む6球団のスカウトが視察に訪れた、4打数無安打だったが、 塁送球は1、9秒を誇る強権で、二刀を2度阻止、スカウト陣を唸らせた。阪神は徹底マークを続けており、9月11日の社会人日本選手権、近畿地区最終予選第1代表決定トーナメント準決勝で日本生命はミキハウスに敗れたが、石井は6番で出場し、3打数2安打と打撃力をアピール。ドラフト上位候補へと評価を上げた。 石井は三重県尾鷲市出身で、一学年上の湯浅とは同じ保育園に通っていた幼なじみだ。軟式の尾鷲少年野球団でチームメートとなり、今でもオフに帰省すると湯浅の自主トレで保守役を務めている。難病からの復帰を目指す湯浅にとっても励みになる存在。石井にとっても馴染みやすい環境が阪神だ。保守補強は阪神の緊急課題の一つとされる。 梅野は来年6月で34歳、坂本も来年11月で32歳になり、後継者育成は急務だが、2人を脅かす存在がいないのが現状だ。高卒3年目の中川は、打てる保守として、